2023年、1月2日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。本当に正月早々、大変なことがね、立て続けに起きております。先ほどですね、JAL 機とね、海保機、この海保機の方がね、海保機の方はね、震災救援にね、向かってたね、海保機がね、なんと、大変な、炎上しまして、JAL 機もね、海保機も炎上しまして、海保機の方がね、亡くなられたと、いうことであります。4人死亡、1人不明ということであります。4人死亡、1人不明というね、そういうね、非常に、悲しいね、事故になりました。まあ本当なんていうかな、思わずね、ちょっと私思い出してしまったのがね、ホテルね、1982年ね、2月8日にホテルニューザパンの、ね、火災が、ね、ありまして、本当33人の方が亡くなられて、で次の日にね、やはり JAL 機が機長を辞めてくださいという形で、羽田空港逆噴射、会場に突入して、また多くの方が、ね、死傷されたと、2日連続の、ね、大惨事ということがありましたけどもね、それをちょっとね、思い起こ出してしまいました。私の小学校に上がる、ね、直前の2月のことだったんでね。よく覚えてます。ニュージャパンの火災ではね、横井秀樹さんという社長さんがね、まあ、スプリンクラーも設置、ほとんど設置しないとかね、いい加減な経緯あって逮捕、結局実刑になりましたけどね。まあ、そのね、以来のね、なんていうか、2日連続の大惨事。そして、多くの方、本当に、ね、なんと申し上げていいのか、もうこの2日連続の大惨事。そして、まあ、北陸の大震災、今日になってね、非常に多くの方が亡くなられている状況がね、出てきてます。人口1万人強のね、珠洲市。本当ここはね、珠洲市っていうのは古い町なんだけど、もう人口ね、減ってってね、今1万人ちょっとです。ここで20人亡くなられたというニュースね、非常に私ショックを受けてます。人口比でね、広島市ならね、2000人ぐらい亡くなった。東京のは2万人以上。まあ、神戸市ね。阪神淡路大震災と神戸市は3000人近くということでね。まあ、阪神淡路からね、30年近く経ちね、それなりにね、緊急地震速報が整備されるとかね、防災対策も進歩した中ですのでね、今回の大震災、まあ、いかに凄まじいかということです。だからこのね、同じようなマグニチュード 7.6 のね、大震災がね、もしですよ、例えばね、まあ、東京、関東地方の直下、こういったところで起きた場合には、ね、大変なことになっていくし、もう私が住んでいる、ね、広島でも、ね、活断層はたくさんあります。それこそマグニチュード、7以上の、ね、地震を起こしている活断層というのはね、恋断層とかね、塚地断層、あるいは岩国断層帯、秋名田断層、まあ、いろいろ、ね、たくさんあるわけです。まあ、本当に起きた場合にはね、やはり大変な、ねことになってくるということになります。まあ、非常にね、この、なんていうかな。そしてね、原発の方、先ほどもね、志賀原発のね、すぐそば、でマグニチュード 4.6、最大震度5強のね、地震がね、先ほどね、また夕方発生、今日の夕方も発生しました。まあ、マグニチュード 7.6 の地震はね、どっちかっていうと、どうもね、まあ、能登半島のね、珠洲市とかね、輪島市とかね、そういうあたり、あるいはね、七尾市とか、そういうあたりをね、震源域にしてね、あとはまあ、富山湾側、あのあたりを震源域にしてね、まあ、津波をね、海底に、まあ、多少かかってて起きたということになりますけどもね、震源域は。
どうもね、逆にね、じゃあ今回の地震に、ね、誘発されるか形ね、能登半島の西側のあたりでね、もしね、また、先ほどのね、マグニチュード 4.6 のね、さらにでかいバージョンみたいなのが起きた場合には、まあ、志賀原発持ちこたえられるかどうか。現状でもね、外部電源、1個喪失してる。もう1個でね、なんとか持ちこたえてるんですけどもね。だから不幸中の際はね、もう2011年以降ね、原発、この志賀原発は動いていない。だから使用済み核燃料もね、温度非常に低い状態でね。まあ冷却が今すぐ止まったとしてもね、何週間かね、水分が蒸発する状況には、時間があるというところで、ね、まだその、ちょっと余裕はあるわけですけどね。まあ、非常にね、でも本当に心配なね、状況です。本当もしこれがね、稼働してた場合、で、非常に熱いね、核燃料があった場合、非常にね、ヒヤヒヤしたね、状況になったと、言わざるを得ない、そういう状況ではないのかな、というふうにね、あれなんでね、非常に、あれですよね。決してね、非常に安心できる状況ではね、ないと。まあ、油もね、変圧器が漏れてるという状況もね、ありますしね。まあ、過去にもね、だから、能登半島周辺もね、去年はマグニチュード 6.5 でね、最大震度6強と、去年から起きてますしね。じゃあ、7.6 のね、もう一回り、小さいぐらいでもね、かなりね、やっぱり原発持ちこたえられるかどうかという問題と。それから、この海域ね、津波がね、起きた場合にはね、今度福井のね、高浜原発、こちらの方にもね、影響がね、出てくる可能性がある。そうなるとね、非常に問題。まあ、高浜原発ってね、非常にね、中国地方にとっても非常にね、問題のあるところですよね。すなわち高浜原発を、ね、再稼働するから核のごめんで、だから、ね、上関に持ってこなきゃいけない。まあ、こういう構造がね、今生じてるわけでね。非常に他人事ではないというところですよね。非常にね、この地震のね、活動がね、この能登半島の、ね、西側でもね、もう起きてますけどね、さらに大きいものが起きた場合に、どうなっていくのかということ。高浜原発のね、死の灰、核燃料の、使用済み核燃料のね、受け入れ先となってるね、させられようとしている瀬戸内海のね、住民としてもね、これしっかりね、これ見ていかないかんと、いうふうに思う次第です。まあね、瀬戸内海にね、原発のゴミをね、押し付ける上にね、さらにね、原発事故のね、リスクを増やすね、高浜原発再稼働、やはりね、これいけないということをね、あれこの広島からもね、しっかり声をね、上げていかないかんと、いうふうに思うわけです。そう、エネルギー足りない足りないって言うけどね、やっぱりね、原発事故がね、事故ったらね、非常にね、凄まじいね、ことになるわけで。これも福島でも証明済みです。ね、さらに高浜とかね、志賀原発、日本列島の真ん中にありますからね。それはね、日本列島の東側にあって、偏西風で東へね、基本的には流れている福島と違ってね、日本列島の真ん中のね、この志賀原発にね、高浜原発を含むね、若狭山の原発。これ何かあればね、名古屋とかね、京阪神、そして名古屋、それからね、もちろん東京を含む関東地方というところにもね、非常にね、まずい状況になってくるというところですね。まあ本当ね、それからね、昨日は、またね、韓国ではね、野党のね、代表ね、これ襲撃されるという事件も起きましたしね。もう本当ね、完全にね、2024年ね、明けましておめでとうございますとね、言える状況ではないね。本当もちろんね、パレスチナね、ガザでの虐殺も続いています。非常にね、暗いね、新年のね、2024年のね、幕開けになってしまいました。しかしね、今ね、置かれている状況にしっかり直視していく。直視していく。ね。その上でね、きちっとしたね、対応策をね、やっぱり権力、政府に対して取らせていく。これがやっぱり大事なことだというふうに、私はね、思う次第でございます。またね、昨日今日ね、正月にもかかわらず私ね、介護の現場ね、
出勤をしておりますけども、本当ね、非常にね、厳しい状況です。そういったね、各労働現場のね、厳しい状況も含めてね、改善をさせる一年にしていかないか。厳しくね、やっぱりその、ものをね、権力を出して申していくと、いうことですよね。だからこのね、危機だからね、ものをね、言っちゃいけないということじゃなく、逆にこういう危機だからこそね、しっかりね、ものを言っていくということをね、忘れちゃいかんと、いうことをね、改めてね、私はね、申し上げまして、本日のね、お話をね、終わらせていただきたいというふうに思い次第でございます。最後までね、お聞きいただきまして誠にありがとうございました。それではね、皆さん、今年もね、本年もね、共にね、よろしくお願い申し上げます。鈴木さんもね、コメントありがとうございました。失礼いたします。